はい、どうも不明だよです。今回ですけども、最新セレクトボックスで最強ツムを使ってコイン稼ぎしていきたいと思います。というか、まあ現環境でも総合的に見たら、まあもうトップクラスの、まあ、性能を持っているんですけども、まあ皆さんご存知の通り、弱な妖精マレシェント、使っていきたいと思います。こちらね、つなげたツムと一緒に周りのツムを消すんですけれども、まあ、マレドラとかと比較するとですね、54使った場合はですね、毎ツムを除いて2番目に多いツムを、固定消去を全部消してくれます。でその後ですね、スキル発動中は、まあ、全てがずっとですね3種類で、いてくれるというところで、まあ、なぞりやすいのがねとても、強いです。はい、まあ、ただねコイン稼ぎ効率はそこまで良くないんですけれども、まあ万枚とかは、まあ、結構簡単に出せるというところになっております。ということで、この最強ツムを使ってですね、万枚チャレンジやっていきたいと思います。万枚チャレンジか、万枚いけるんですけども、はい、万枚いけなかったらもうワンプレイやっていきたいと思います。いけるかな。普段はさ、なんだ、タイム使って遊んでるんでやばいんですよ、実際は。お、タイボム2個ありがとう。黒肌残るかな。残らねー。お、いいじゃん。いいんだけど、なぞりがね遅いっすね。で一応ね、左右に、まあ、対角に消していくと、なぞるところが消えなくなる、あの見つけやすいんで、そうやって消していくといいと思います、個人的には。はい、いいね。で9回なぞりたいですね。9回なぞれれば多分万枚結構簡単にいけるんじゃないかな。まあ、タイボムの運とかもあると思うんですけど、はい、はい、49秒3000万、まあいいんじゃないですか。さすがに万枚はいけると思うんですけど、このツムね結構疲れるんで、お、でもタイムも結構出てますね。はい、はい、まあ万枚は余裕でしょう。あとはタイムを踏んでどこまで伸ばせるかみたいな、そんな感じかな。これは邪魔でをいっぱい消していけば、おい、タイボムに行こう。いいんじゃないですか。1万は超えるかな、とりあえず。2万行きたいところだけど多分無理ですね。このままタイムボムが出てくれることを祈って、まあちょっと1万5000いけたらいいかなみたいな。
21秒。タイム。油断するとね、マジでタイムボム全く出なくてすぐ終わっちゃうんですよ。なんで気はね、抜かないように頑張る。気抜くとね、ほんと一瞬でタイムなくなっちゃうん でそうするとね、万枚もいかなくなると、いうところも全然ありえるんで。いや全然なぞれんかった。よし、オッケーオッケーオッケー。万枚はとりあえず確定かな。ありがとうございます。まあ手元ありの、はい、なんだ、なんだ解説か、使い方講座とか、まあ、過去に出してるんで、ぜひ不明台を邪魔れで調べれば出てくると思うんで、むしろ不明台を邪魔れ使い方とかで調べればすぐ出てくるんで、ぜひね。やばい、終わっちゃう。とりあえずモンワンフィーバーいけそうっすね。おい、自慢、本当はモンワンフィーバー行きたい。無理か、12000。まあそんなに良くなかったかな。まあでも万枚は余裕ですね。はい、ってな感じでございます。手元万枚とか重要あるんかな。一応録音撮影だけして出してもいいかなとは思うんだけど、はい、まあもしかしたら出すかもしれないんで、まあ参考の一部にしていただけたらと思います。はい、まあそんな感じで、まあ邪魔でね、まあ強いんですけれども、まあ引くべきかどうかっていうところはですね、動画を見てください。はい、一応三が日にも来ると思うので、まあ無理して今引かなくてもいいのかなっていうところもあるので、はい、まあ一応そんな感じになってますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。それではバイ。